Wi-Fi を利用する方法のご説明をします。ホーム画面からアプリをタップ、基本ツールをタップします。設定をタップします。 Wi-Fi 機能がオンになっていることを確認し、 Wi-Fi をタップします。接続するアクセスポイントをタップします。接続したい SSID をタップすると、このような画面になります。パスワードを入力し、接続をタップします。選択した SSID の下に接続と表示が出ます。ステータスバーに Wi-Fi マークが表示されます。続いてオープンネットワークへの接続方法をご説明します。ホーム画面からアプリをタップ、基本ツールをタップします。設定をタップします。Wi-Fi 機能がオンになっていることを確認し、 Wi-Fi をタップします。オープンネットワークを選択します。オープンネットワークの SSID の下に接続と表示が出ます。ステータスバーに Wi-Fi マークが表示されます。